西田敏行さん追悼のドクター X 特別編命日は、昼間重勝がドクター X に初めて登場した日。17日に亡くなった俳優、西田敏行さんの追悼番組として、ドクター X、外科医、大門未知子、特別編が22日、テレビ朝日系で放送された。西田さんは同局の、ドクター X、外科医、大門未知子、で、主人公、大門未知子、米倉涼子、お目の敵にする病院院長、昼間重勝を演じた。今回の番組では、西田さんが初登場した2013年の第2シリーズの第1話、ドラマ最終シリーズとなった2021年の第7シリーズから、昼間の過去が明らかになった第2話を放送。冒頭では、西田さんについて、唯一無二の俳優でしたと紹介、西田さんが旅立たれた10月17日、くしくもこの日は11年前、西田さん演じる昼間重勝が、ドクター X に初めて登場した日でしたと伝えた。西田さんは今月17日、虚血性心疾患のため、自宅で亡くなった。76歳だった。番組では西田さんの VTR も流れた。VTR で西田さんは、私が選んだのは、シーズン2の第1話でございます。私が初登場ということでございまして、まあ本当にかっこいい出方でございました。今でも VTR なんかを見ると、ああ、素晴らしいなといつも感動しております。私の登場がですよと話していた。